ったのにさ、てめえ暴れてんじゃねえか。座れよ、お前。おい、まこと止めていい。やめろよ、誠。やめとけ。やめろ。なあ。やめろよ。危ないだ。やめろよ。やめろ。ルイジと同じ目、何ルイジが喧嘩巻き込まれた。ガラガラありがとう。やめた。いや、宮部くん知らん。どうなの一週間ばみんな良くなったの？イメチェンはあんま良くない。好みあるからね。まあ、ネタですよ、ネタ、うん、ネタだよ、ネタ。いい感じ。まあ、何でも似合うからな。お姉さん、今これ企画でタダで撮ってあげる企画やってるんだけど、あげる、うん、僕がね、私たちは撮れない、うん、俺のお金でやってあげるってこと。そう、やります。企画やってるんでタダでいいですよ。この、 あの YouTube の企画で怖いね。怖くないですよ、あの映らないですよ。どういうこと？こうやってやっといても、うん、やるとこ撮ってもらったらいいっすよ。へぇ、今ライブ配信してる。そうっす、この今ライブ配信企画でね。さあ撮りますよ、僕。どうします？大丈夫です。大丈夫？本当？ごめんなさい。やめ。お姉さん、今これ企画で何でも撮ってあげるって企画やってるんだけど、撮ってあげようか。好きなのぬいぐるみとか、はい、何でも撮ってあげるって、俺のお金でね、無料で撮ってあげる企画やってるんだけど、はい、参加してもらえます？あ、よかったら何でも撮りますよ。ちんちんぽんぽんさんなんか買いに行って YouTuber ですか？ぬいぐるみでも何でもいい、好きなの撮ってあげる。あ、はい、どれがいい？なんかやりやすいかな。やりやすいやつ、うん。これいいかな？これ何？どれ？あ、色、あ、うん、これが欲しい？はい、でこれ撮影しといて。了解です。撮、うん、るとこね。はい、何か言いますか？何か言いますか？本当にこれでいい？はい、大丈夫です。これでいい？はい、こっちでもいいよ。うん、大丈夫、ミニエが好きから。これがいい？はい、リザードンもあるよ。うん、大丈夫、ミニエが好きから。これ好き？はい、で、どう？これ髪型。あ、かっこいい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 、すごくかっこいい、かっこいいタイプ。で、撮影しといてね。はい、
違うんですよね、はい、別にリクさんちょっと隠れて撮影させてるとかじゃなくて。そうです、大丈夫です。あとマスクごめんなさい、お願いします。マスク、はい、あと YouTube とかで投稿されないようにお願いします。ちょっと会社に許可がいるので、はい、会社通していただいてみたいな。あ、そうなんです、ね、ごめんなさい、申し訳ないです、はい、うん、じゃあ返してもらえる、はい、うん、じゃあね、はい、うん、ごめんね、うん、さよなら、すいません、ごめんなさい、申し訳ない、帰ります、ごめんなさい、すいません、ごめんね、ちょっと、あ、俺三脚どこやったっけな、三脚、あれ三脚、携帯の、あれ三脚どこやったっけな、あれどこだったっけな、あれ三脚、三脚、あ、なんか三脚こう立てるやつ、三脚、あ、これです、すいません、ありがとうございます、探して、ごめんなさい、大丈夫です、はい、すいません、いや、許可も取らねえのかって、前許可降りたからやってるんだよ、でも電話ばっかするからこうなるんだって、うん、一回撮ってるんだよ、で、ここはいいんだよ、ここは、んだ、電話しまくってるんでしょう、うん、でポルポンとかもやってるよ、どん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 やれない、得意なんだよ今の企画ね、 UFO キャッチャー、いつも LINE まで聞けるんだよ、ラインまで、うん、いや、アンチ増えてないけど、で、あっちはダメなんだよ、で、こっちは OK なんだよ、あっちはダメなんだけど、前はね、早く振られた腹いせに、どうしよう、しかカレーパンしか食ってないわ、あの龍河のごとくみたいな、人相悪い、これ取ったらどう、あ、ゼロ一らしい、いや、たまにイメチェンしてもね、うん、これ宮城くんにやってもらいました、宮城の兄貴に、かっこよくなった、でかっこいいっていう人と、あのダサいっていう人がいるね、うん、これはもう好みだからね、好み、うん、いや気に入ってるっつうか、まあ髪の毛短いからもう一緒よ、坊主に毛が生えたようなもんよ、ねえ、ごめんって、ね、でもいつも帽子かぶってるからたまには帽子取ってもいいんじゃないかな感じ、うん、すぐ伸びるしね、でもこれはずっとやらないよ、うん、ずっとは今だけよ、今日も大好き、世界で一番かっこいい、そうなの、まあヘイヘイよりはかっこいいんじゃない、ヘイヘイよりは、ヘイヘイよりはかっこいいんじゃない、なんでヘイヘイあんな人気あるの、そんなみんなヘイヘイに興味あるの、なんかヘイヘイってすごい人気ない、なんかちょっとバズってるでしょ、うん、だってその薬物関係もヘイヘイネタでしょ、そんな好き、みんなヘイヘイ、イケメンだから、まあ確かに顔はいいけどね、
可愛いけど、なんか声がなんかちょっと。とりあえずもう、バンバン攻めろ。あ、長マスター。空いてます？大丈夫ですか？どうも。あ、なんか聞いたところによると、はい、明日かなんかやるんですね。うん、かっこいいですか。仲間下来ました。明日しか僕ここやらせてください。1日店長やっぱりとりあえずとりあえずどうしよう。お酒飲んでも大丈夫かな。運転はとりあえず全然ソフトドリンクいろいろ。お酒大丈夫かな。飲んでいいのかな。いや運転はしない。飲まない方がいいのかな。明日あれなんですよね。とりあえずお茶ください。で、ハイザラください。ウーロン茶。ここ白髪っつうか、あえてワックス塗ってシルバーにしてるんだけど、これみやびくんがやったんだよ。俺がやったんじゃないんだよ。知った上で20万人取れますよ。伝えて受注してたら僕らしたらダメだった。いや、ダサすぎワロタっつって結構こっち系いるよ。みやびくん、いけちゃん、あとキングとかもそうでしょ。キングとか、でも俺のが様になっとるわ。あとイキリストとかね、うん、で、セイジも似てんじゃん。セイジもそうじゃない。でも俺が一番様になっとる。かっこいいっしょ、ね、一番様になっとるわな。強そう。7件ぐらいの会社を提携くれる。いや、ありがとう。ナイスをして。ナイス。そのチャンスがコンプレにあるわけですよ。マジ今日宮城くんに殴られてここ赤くなってるよ。わかる。これちょっと腫れてるの。殴られてあざみたいになって、なんか一個あったね。強かったよ。あ、ありがとう。ミズニア救って。ミズニア揉めてるの。誰か飲め。誰もいないか。なんで殴られた。ふざけてタバコ吸ったら。と合わせるのは全然いいです。スーツ似合うことは知識を吸収してほしくて、スーツ似合うし絶対使わちゃう。美味しくないじゃん。今日雅くんのなんか社長リスナーさんにホテル取ってもらったんだけど、ここから30分かかるんだけど、30分、そういう目的を持ってやらないといけないんだろうな。遠くない。そっちが、なんか脱出先をがあってじゃないっていう状態は。いや、そうなんだ。給料高いけど、そうなんだけど、全然高くない。明日俺池袋なんだけどね。けどさ、油断したらその日々の数年しか思えなくなっちゃうわけよ、俺でも。まあ、やっぱあれじゃない？みやびはゼロワンリスナー、質が悪いって。難しいから。みんな、みやびくんのアイテム投げてくれた？紹介に当たる期間は。こいつ何なの、柏の雪。しつこいんだけど電話が。しつこくね、お前さ。いい加減にしろじゃない。な、何？電話出るよ、お前から、ね。しつこいんだけど。何？悩んでんのにさ、いろいろ配信で相談に乗れよ、お前。どうしたのじゃあ。最近やる気なくて。やらなきゃいいじゃん。やる気ないな。それが前答えなの？だってやりたくないなら、やる気ないならやらなきゃいいじゃんね、配信。お前さ、人間として機能してないじゃん、それ。死んでんじゃね、お前。はぁ？答えなんだね、ハゲ。ハゲてんじゃん、はっきり言って。ハゲてるよね、君。それさ、ごまかしてさ、言ってるけどさ、お前さ、ハゲ着てんじゃん、普通に。イメチェンした顔見た？いや、もうゼロワンの話見てない。なんでかって言うと、
何かで嫌になったの。これマスターなんか倒れてきた。あ、これすいません。ちょ、マスターってどこにいるの。今か行くか。な、何しに来るの。いや、仲良くなりに、俺をバカにしたいのか仲良くなりたいのどっちなの。どっちもどっちもなんかゼロワンと一緒の性格かもしれない。いや俺お前みたいな性格明日来てよ池袋モグゴリ。え、だってさ、じゃあ どういうスタイルで行けばいいの。リスナーとしてで行けばいいの。うん、リスナーとしてだよ君は。君じゃねえやん。しないし行ってくだろうか。明日来てよ。だから影響かけてるのは分かるけど、他にも行く人いっぱいいるし、なんかさ、お前のアンチか知らないけど、一人5万円使わないと絶対に来るのよ。いやいや、1万円でいいっすだよね。ゼロワンそんなこと言わないよね。うん、明日おいでよ池袋。だからダメだって。会いたいならおいでっつってんだよ。玄関の前まではいいけどみたいな。気持ち悪いこいつ。ええー、もういいかな。よくないでしょ。ちょっと今からうち来て。いくらで、ね、いくらでそれはちょっと DM とか LINE だわ。めっちゃ儲かる。仕事ならまあワンチャンあるけど。いくら？そんな安くないよ。1300のやつあるやつ。知ってるやん。私01のことよく知らなくて絡んじゃったけど、すごい人だなってことが後から分かっちゃったな。どうすんのこれ、ね。でもさ、もういい電話切って、もう邪魔だから。もう邪魔じゃないよな。うん、はっきり言っていらないんだよお前。あの私はいらねえよ、人にやってやるわ。うん、うん、じゃあね。あ、ダメダメダメ。あ、まあ、絶対のろってやるからな。うん、一切行かないからな。うん、じゃあね。これね、しょっちゅうストーカーみたいなんだよ。もう見て、ストーカーみたいでしょこれ。みやびさん、あ、兄貴お疲れっす。うん、今用事終わりました。あ、お疲れ様。はい。うん、位置情報送ったから来れる。配信やってもいいんすよ。いいよ。配信回しながら行ってもいいんすか。あのね、ちょっとね、場所はね、あ、タクシーですか。本当ね、車そっち回すけど。車を回してくれるんすよ。うん、ハイヤー回すけど、ただ店に入って個室に入るまでは配信回しちゃダメ。ラジオもダメなんですよ。ラジオだったらいい。あ、一応しよう。いいよ。CEO といるんですか。すいません、CEO 改めて。あ、すいません、今日ホテルまで撮っていただいて本当にありがとうございました。本当に全然何から何まで。で、お食事もいいんですか CEO。 あ、もちろんそのここがあんまり遅くまで空いてないんですけど。あ、そうですか。今から来れるようでしたら、まあ、ちょっと来ていただいていいんです。僕なんかが行っても全然大丈夫ですよ。いいですか。わかりました。じゃあ、今どこいらっしゃいます。今歌舞伎町です。歌舞伎町のどの辺とかで、どの駅の前とかに。歌舞伎町の歌舞伎町交番の近くです。はい、あー、なるほど。すいません、じゃあ、タクシーの方が早いのかな。ちなみにどれぐらい距離かかります。有楽町とか、銀座の方なんで、そんなでもない。銀座の方、何分ぐらい。15分ぐらいだと。じゃあもうすぐ伺います。あ、本当ですか。車ちょっとあれしましょうか。いいんですか。あ、もちろん大丈夫ですよ。
すいません、僕なんかに、僕なんかに申し訳ないです。今日すいません、なんか。いえいえ、あの、礼儀がなってないリスナーばかりですいません、なんか。申し訳ないです、もう。はい、僕、あの、いつも、あの、話し飼いなんで、はい、あの、コントロールできないんですよ。野獣馬も多くて。あ、全然大丈夫ですよ。いいです。もちろんです、もちろんです。はい、で、それでいいなら伺います。そんな気使わないでください。はい。車のナンバーちょっと今配信のしちゃっても大丈夫です？いや、ゼロさん今配信してます？配信してます。ちょっと一回ミュートで車接待されてるわ。接待マジかっこいい。ありがとうございます。ナイスと、あとリスナーさん募集してるんで。すごいめっちゃ似合ってます。ありがとうございます。あー、くちゃんありがとうございます。嬉しいわ。嫌われるかなと思って。今日から好きに。ちょっとあのふざけてやってるんだけどね、ネタで。かっこいいのかな、あれやんす。似合ってる。ほんとな。最近、あんまキラコメないかな。クロちゃんとか。クロちゃんとか言われるんで。でもみんなまた髪伸ばすからね。片棒ヘアに戻るからね。うん、まあ一人でもいいけど。まあ行くか。俺さ、コロナになったらもうずっと一人かなと思ってたけど。でみんなさ、あの、みやびくんも明日俺面会行くしさ、みんなあの、お行儀よくしてよ。ね、あとあの社長さんリスナーさんも ありやすラブだよ。お行儀よくしてよ。あんま悪口とか書いちゃダメよ。俺もブロック入れたくないからね。よっさんがディスってるよ。どうした森。ブロック解除ありがとうな、森さんよ。二度とブロックするなよ。そう言っとけ、森に。ブロック解除されました、1年ぶりに。ちらっとふわっち見たらさ、くるちゃんが中村の家にいてさ、すごいね、あの子。男から男に点々と移動していくのかな。すごくない？ちょっとどうしたの、あれは。分からん。掃除をしたいんじゃない？で、まる子さんとか。ナイスポチ、ありがとう。あの、男芸するイコールナイスが増えるはちょっと違う、ずれてるよ。うん。で、ミズニャンといるんだ。ちょっと心配になるわ。あれ。あ、おかわりもらえますわ。ウロン茶つか行くんすけど、はい、もう一杯
もう一杯分つけてお会計くださいよ、はい、ちょっと短かったんで、はい、はい、2杯分払います。あ、まあ、一応入れておきましょう。はい、2杯分、はい、じゃあ行こっか。かっこよ。男はチャット飲んでチャット行くんよ。長居しないんよ。キャバクラ行ってもね、あのシャンパン入れて1時間ぐらい飲んで行くわがかっこいいんよね。オープンで張り切って行ってちまちま酒飲んでね、オープンラストとかみっともないから。わかる？俺がかっこいい飲み方教えてあげるよ。ユキが今から死ぬって言ってるの？どうする？ほっとく？ユキちゃん、どこに行っちゃう？あ、いいっす、いいっす、これいいっす、これ飲んでください。あ、じゃあ、俺です、はい、どちらに行くんですか、これ？1万1000円あ、いや、1100円。びっくりしちゃった、長マスター。いや、そうですね、ぼったくり始めたかと思った。そうですね、1100円ですか。写真撮っておければ。写真ですか。中マスターって LINE どういう登録されてます？あ、中ムーでしてます。はい、中ムーで。あ、前してないですかね。で、前僕と LINE してないって言いました。どっちだと思います？交換したから、はい、してないんじゃないですか。してないんじゃないですか。してないです。しっかりとね、中村登録されてるんですよ。ちょっとさ、中マスターひどいな。いや、ちょっと今覚えてなかったじゃないですか。でもちゃんと僕やり取りもしてるから、ね、やり取りも、はい、ひらがなで。あ、はい、兄貴、今ね、あ、帰ります。はい、CEO お世話になってます。もうすぐ行きます。あの、もうお、はい、お世話になってます。ミュート一回大丈夫ですか？あ、ミュートですか？はい、もうついてるって。何の会合があるんですか？いや、ちょっと今あのゼロワン組の会合があって、ちょっと行ってきますわ。はい、何が残るんやろ。もう待たしちゃってるわ。これリュックダサいから、なんか手持ちのやつがあるといいね。ね、うなげがダサい。かっこいいやん。ユキに電話して。相手してもキリがないよ、あの子。すごい雨降ってきた。しなくていい。で、またやってるらしいよ、死ぬって。今遅れないじゃん、やっとくよ。チャオ、あー、いらっしゃい。みやびくんにもアイテムくれたね、確か。違ったっけな。しーちゃん、ありがとうね。
ありえる。